はい、どうも、レッドコンプレックスです。ワールドカップ得点王になったのかな？この選手のビッグタイムがね、出ちゃった。これぶっ壊れじゃないかな？早速紹介していきたいと思います。それでは、この選手。ビクトー・ムバッペもうこの時点で総合値99やばくね。プレスタイルはラインブレーカーの結構適正範囲広いですね。チームスタイル適正は全部90乗ってくると。そこ細かい能力値と使用カードの方見ていきましょうか。このように、ね、選手は試合に関する動画をじゃんじゃん上げていきたいと思ってます。めちゃくちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、タレントポイントの振り方はこんな感じになってます。ババーン。まあ、意識したことを言わせてもらうと、今までの僕のムバッペを、反省した振り方っていう感じなんだけど、まあ、ドリブルよりかは、スピシューン寄りで、振りました。瞬発かな、瞬発寄りって言った方がいいか。結構ドリブル高めに、設定するのもありなんだけど、まあ、他のムバッペとね差別化も図りたいっていうところで、瞬発の方を振った方が初速めちゃくちゃ早いんじゃないかなということで、こんな振り方にしてみましたけど、攻撃戦90乗ってきて、ドリブル数値は全部90乗ってくる。この時点でだいぶ強い。パス数値は振ってないんだけど、決定力はね85超えてきて結構十分じゃないかなって思いますね。90は別に乗せなくてもいいかなと思うけど。でこのスピシュン90、96、瞬発めっちゃ上げてるからキック力もしっかりあるけど、このボディコンもね90超えてくるんですよ。ここが強いところだと思う。でこのフィジカルコンタクトが確かあの他のムバッペと比べてちょっと低いのかな。他70乗ってたりした気がするけど、スタミナ80乗ってきてて、逆足の精度高い高いの、コンディション並み小さい、スキルも優秀、ダブルタッチエッジターン持ってて、このシュート系のスキルワンシュー持って、ワンタッチパス持ちのムバッペ、ガチャできたライブレワンパのムバッペのビッグタイムバージョンみたいな感じなのかな。そもそもムバッペで B 固定っていう時点でぶっ壊れなんだけど、この使用感は実際どうなのか早速試合の方で見ていきましょうか。それではどうぞ。はい、ムバッペ、まあ強いですそりゃそうか。まあビッグタイムになってしまったことで、完全にエピックのルンメニゲと並ぶぐらいの強さだと思いますね。今まで通常とか、CS とか ANS とかいろんなムバッペ来たと思うけど、多分その中でも一番強いのがこのムバッペかな。まあ、B 固定なんで替えを入れる必要がそんなにないんですよね。まあ、CF だからスパサブとかね、ベンチで入れる必要はあるけど、代用を多く入れる必要がないっていうところでも、まあ、今後、ライブアップで C 環境になったとしてもガチスカにずっと入ってくるようなムバッペだと思いますので、これは取りに行って損は全くないです。無課金の方でも、狙いに行きましょう。ワンパ持ちだからこうワンタッチでの、ポストプレイなんかも軽々できると。まあスピード決定力ピカイチなので、このムバッペ絶対に取りに行ってて損はないです。